宇喜多秀家、悪人と評される宇喜多直家の息子である。秀家は数々の戦いで武功を挙げ、豊臣政権下では最年少で御大老に任じられた。おまけに高身長のイケメンだったと言われている。はっはー。そんな秀家だが、生涯の半分以上を絶海の孤島で過ごすことになる。宇喜多秀家の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、絶頂期。1572年、備前の国岡山城にて宇喜多直家の次男として生まれる。おにゃー。当時の情勢は、織田信長が秀吉を使って中国攻めを実行し、毛利方がこれに対抗する、そんな状況であった。そんな中、父直家は暗殺と離反を繰り返し、勢力を拡大していた。直家は当初毛利方についていたが、織田方に寝返り、毛利方と合戦を繰り返していた。え、あれ、この前まで毛利さんとは仲良しだったんじゃ。今はもう敵じゃ、順応しなさい。1581年、父直家が病気でこの世を去る。父上、こんな状況で俺はこれからどうすればいいのですか。大丈夫、なんとかなるって。秀吉様。羽柴秀吉の助けもあり、秀家は領地の相続を許され、家督も相続する。秀吉は以前から秀家のことを目にかけていたと言われている。こいつは才能がありそうじゃ。家督相続時、秀家はまだ10歳だった。とはいえ父上もいないし、まだ10歳だし、こんな世の中だし、どうすればいいんだ。我らがお支えするゆえ、ご安心ください。若年のため、家臣たちが補佐することになる。1582年、本能寺の変。明智光秀の謀反により織田信長がこの世を去る。その後、中国地方から駆けつけた秀吉が明智光秀を倒す。さらに静ヶ岳の戦いにて秀吉が柴田勝家を倒す。目まぐるしい。なんやかんやあり、秀家は57万石の大大名となっていた。11歳の時であった。ちょっとついていけない。大丈夫です、落ち着いてくだされ。混乱の中、秀家は元服する。この時、秀吉から秀の字を与えられて、秀家と名乗るようになる。今日からお前は秀家だ。はい、秀吉様。秀家は秀吉から寵愛されていた。その後、秀家は秀吉の養女である郷姫を正室とする。前田利家の娘。あと、利家の娘と結婚するがいい。はい。こうして秀家は戸様でありながら、秀吉一門衆として厚遇されるようになる。秀家は秀吉からの期待に応えるかのように武功を重ねていく。1584年、小牧長久手の戦い。1585年、紀州征伐。1586年、九州征伐。1590年、小田原征伐。いいぞ、さすがは秀家。武功を重ねるたびに秀吉の評価は上がっていった。1592年、文禄の役では大将として朝鮮に出兵。続く慶長の役でも活躍した。数々の武功の末、秀家は秀吉から御大老に任じられる。わしの見込んだ通りじゃ。ありがとうございます、秀吉様。この時秀家は27歳。御大老の中では最も若かった。まだ20代だぜ、俺の時代が来た。俺すげー、よっしゃ。秀家は調子に乗りつつあった。この時が秀家の生涯の絶頂だったのかもしれない。この後秀家は大きな試練を迎えることになる。1598年、豊臣秀吉がこの世を去る。秀吉の死後、宇喜多騒動が勃発する。チャプター2、宇喜多騒動。宇喜多家は財政難に陥っていた。原因は岡山城の改修と2度の朝鮮出兵。莫大な出費を重ねたことが財政を圧迫していた。秀家様、このままでは。そんな中、秀家は遊びに夢中になっていた。わー、ヤッフー。鷹狩りをする秀家、
画像はイメージです。秀家様、今そんなことをしている場合ではないのです。大陸に行ってまで戦ってきたのだぞ。少しは遊んでも罰は当たらんだろう。罰は当たらんかもしれんが金が尽きるんだよ。そんなこともあり、家臣の不満は徐々に高まっていく。さらに家臣の不満を増長させる出来事が立て続けに起こる。妻の郷姫がキリシタンだったことで、領内全土でキリシタンへの改宗を命じる。今日からみんなキリシタンな。え？さらに新参者の家臣を厚遇し、重臣の意見をないがしろにする。君いいね。な、ついには新参者の家臣をかばうために旧来の重臣を暗殺しようとする。秀家様は変わられた。もうついてはいけない。浮田家の重臣である戸川道康らが大阪城下の浮田屋敷を占拠して立てこもる。父の代からあなたを支えてきたが、もう我慢ならん。え？これがいわゆる浮田騒動である。越前鶴ヶ城主大谷義継らがこの騒動の調停に取りかかる。やれやれ、全く手のかかる。すんません。しかし秀家と戸川らの対立は解消されなかった。うわー、ついには徳川家康が朝廷に乗り出してくる。わしに任せておけ。よろしくお願いします。家康の力もあり、浮田騒動はようやく収束。これからは仲良くの。ありがとうございました。しかし、もうあなたの元では働けない。失礼させていただく。ちょ、そんな。内乱という最悪の事態は回避できたものの、この一件で秀家は有力な家臣を多く失うことになる。浮田家は深刻な人材不足に陥り、急激に衰退していく。ちなみに秀家の元を去った戸川ら一部の旧臣はその後家康の家臣となっている。戸川らが家康の元に。この出来事により秀家は家康に不信感を抱くようになる。家康に不信感を抱いていたのは秀家だけではなかった。豊臣家家臣の石田三成もまた家康の台頭を危惧していた。これ以上家康に力を握らせるとまずい。日本を二分する大戦が始まろうとしていた。チャプター3、関ヶ原の戦い。1600年、家康が会津征伐に向かった隙をついて石田三成が挙兵。打倒家康の狼煙が上げられる。今が好機、家康を叩く。そして東軍徳川方と西軍反徳川方による関ヶ原の戦いが始まる。秀家は西軍の主力として戦いに参加。福島正則隊を相手に激戦を繰り広げる。徳川家康を潰す。しかし西軍に所属していた小早川秀明の裏切りにより西軍は総崩れ。秀明の野郎、最悪のタイミングで裏切りやがった。浮田隊も壊滅。関ヶ原の戦い本戦は西軍の敗北という形でわずか1日で決着した。くっ。関ヶ原の戦いの後、浮田家は家康によって改易、領地没収された。浮田家は改易。一方その頃、秀家は矢野五右衛門という男にかくまわれていた。五右衛門は落ち武者狩りだった。落ち武者狩りのそなたがなぜ俺を助けるのだ。さあ、なんででしょうな。とにかく今は力をつけなされ。かたじけない。山中で二人が遭遇した時、秀家は命乞いをしなかった。五右衛門はその潔い態度に感銘を受けて秀家をかくまったという。その後五右衛門の助けもあり、秀家は薩摩の島津家に落ち延びたという。しかし島津氏が秀家を庇護しているという噂が広まったため、島津家もかくまいきれなくなる。すまない、我らにできるのはここまでのようだ。いや、ここまで大変世話になった。助かりました。そして徳川家に引き渡される。関ヶ原の戦いから3年が経過していた。秀家、貴様は八丈島へ行ってもらう。ああ。前田家と島津家の除名嘆願により
死罪こそは免れたものの、八丈島への配慮が下される。その時の八丈島は鳥も通わぬと言われるほどの絶海の孤島であった。チャプター4、八丈島へ。八丈島での生活は困窮を極めた。腹が減った。八丈島の代官におにぎりを食べさせてもらった。八丈島に退避していた福島正則の家臣に酒を恵んでもらった。そんな逸話も残っている。八丈島での生活が始まって十数年後、1616年、家康の死後、秀家は刑を解かれる。秀家様、大名に復帰なされてはいかがでしょう。領地は前田のものをお分けします。前田家からは大名への復帰を提案されるが、俺はここで暮らしていく。ここでの生活も悪くない。秀家はこれを断り、八丈島に残ったと伝わる。秀家は八丈島で50年の時を過ごした。そして享年84、秀家はこの世を去る。時代は江戸幕府第4代将軍家綱の治世に入っていた。関ヶ原の戦いの当事者として生きていたのは秀家のみだった。秀家の子孫はその後も八丈島にて血脈を保ち続けたという。今日の名言、人生は芝居のごとし、上手な役者が古事記になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかくあまり人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になすべし。福沢諭吉。次回の日本史漫画は250年続く仕送り、幸姫の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。